読谷村診療所の楽話会からのゲストを迎えての1時間でございます。今日は、楽話会からこの方でございます。自己紹介お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。矢抜でございます。今日のテーマがあって、睡眠時無呼吸症候群。そうですね、これについて話そうと。はい、まあ、言葉だけ聞いてるとなんとなく雰囲気わかりますよ。睡眠時無呼吸症候群ですから、はい、寝ている時に呼吸をしない、うん、そうですね我々呼吸しなかったら死んじゃうんじゃないかなと思うんですけど、はい、大丈夫ではある。実は寝てる時は無意識じゃないですか。あ、そうですね、意識ない。その時に一緒に寝てる方はなんかストップモーションが起きてるような感覚になるんですけど、なんか隣の人動かなくなってるっていうような感じです。その時が無呼吸の状態。あ、そうですね、心臓の動きって外から見えないですけど、呼吸してるっていうのは結構ですね、わかります、わかります。寝てるのもね、吐息が聞こえたりとかね、はい、動いているのがなんとなくわかりますね。あれがピタリと、あ、そうなんですか、ことがあります。はい、俺見たことないから分かんないんだけど、はい、それが、まあ、睡眠時無呼吸症候群ということなんですね。そうですね。これって、はい、あれですか、なんかほら、まあ、いびきとか、その疲れた時にいびきかくよとか、なんかよく聞きます、うん。そういう関連性というのも当然あるでしょうけど、はい、そもそもどんな人が、やっぱり、疲れているとかそういう感じですか。そうですね。一番あるのはこれはもう誰にでも起こる可能性があるというのが、あ、誰にでも前提ですね。なるほど。で、特に最近気になってよく言われるのが、うん、まあ、肥満だったり、そういったその生活習慣病の結果、この無呼吸の状態になりやすい体型になっているんじゃないかと思います。なるほど。はい、まあ、簡単に言うと本当にこの鼻とか、この気管が狭くなって、はい、圧迫されやすいというような状況になっていると止まりやすい。あ、なるほど、なるほど。これが一つの原因ですね。まあ、他にも脳とか神経の部分があったりするんですけども、大体主にこういう、そうですね、喉圧迫するという、はいはい、喉圧迫するってなんか どうやったらなんかなんかあれですか、なんか寝方が悪いとかそういう感じですか。一番あるのは、うん、やはりその肥満という言葉があると、首の周りにお肉がついてると、はあ、マジ、はい、はあ、はい、そういう方が多かったり、あとは、まあ、これはもう先天性のものも含まれてなんですけども、うんうんうん、家族にやはりそのいびきをかく方が多いとか、それからあと顎の形によっても違うんですよ。顎、はい、顎が小さいと、うん、やはりその、ま、気道が小さいって、うん、細くなるっていうのも一緒ですので、そういったものも関係したりします。まあ、はい、これも本当にもう体型的なものも含めてということですね。一番心配なのはその治せるかどうかっていったときに、うん、生活習慣を改善することによって、うん、その喉にかかるその負担が少なくなって、はい、治るという方法も考えられる。ああ、はい、なるほど、なるほど。これ、そういうふうに、その、なんていうんですか、この、こう、無呼吸症候群、はい、そういうふうな症状っていうのは、なんか自分でも分かるんですか。まずはじめに、うん、止まってるところは、うん、ほぼ自分では分からなくて。分からない。はい。翌日起きた時とか、うんうんうん、まあ、普段の生活に支障というか、うん、ちょっとなんかこの、いつもと違うなっていうのは感じるところがあるかと思います。へえ、はい、なるほど。まあ、よく言われるのが、うん、その日中眠くなる人っていうのは日中眠くなる、夜ちゃんときちっと寝れてないっていう可能性がありますよね。あ、呼吸だけではなくて眠りが浅かったり、うん、その中にも一つの原因があったりします、はいはい、それから、起きた時にですね、うん、頭痛があるとか、へえ、目覚めがすっきりしていない。ああ、自覚症状が出てくる。はい、はい。ああ。これも、考えられます。ああ、なるほど、なるほど。で、その、それからあと、イライラするとか、集中力が少しこの弱くなる。欠如するとか。はい、診察に行った時には、うんうんうん、問診で必ず聞かれるような内容ですね。なるほど、はい。そういう今、自覚症状みたいなものが、もし気になることがあるのであれば、ちょっと、まあ、家族の人に聞いたりとか、そういうしながら、病院に訪ねていった方がいいっていう話になってくるわけですよね。一番いいのはやっぱりご家族、一緒に寝てる方、はいはいはい、あなた息止まってるけどっていうのがあるんでしたら、うん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 、やはりその、一回自分で、検査を受けてみるのが、一番よろしいかもしれないですね。なるほど、なるほど。
薬とかでなその後は治ったりもするんですか？そうですね、あの治療方法はあるんですけども、はい、あまあ、マウスピースを、うん、あのつけて、呼吸がしやすいようにする方法、それからあの CPAP と言いまして、寝てる時に聞いたことある、はい、酸素をこのつけるんだよね、供給してもらう、はい、足りない部分ですね、外から補うっていう形がありますね。そこまでやる、まあ在宅でできる治療ですよね、はい、そういうことしなかったらじゃどうなるんですか？やっぱその症状は変わらないですよね。ですから、うん、そのためには生活習慣を変えて体重を減らしたり、うん、まあ、首のあたりのあのスッキリさせるとか、さっき言ったタバコをやめるとか、そういうことで改善はしていくと思うんですけど。最後に一言ラジオ機の皆さん方お願いしていいですか？はい、まあ、無呼吸症候群というのはですね、誰でも起こる可能性があります、うん、実際に不安のある方は、うん、もう読谷その診療所の方にご相談いただいて、まあ、検査の必要があるかどうかの確認から、うん、まず最初に初診を受けてもらえれば、うん、いかがかなというふうには思いますね。うん、まあ、診療所以外でも通常の日頃から通っているところでも全然やりますよね。もちろんです、うん、逆にそういうかかりつけの先生方に、うんうん、私そういう可能性あるかなということで、うん、確認をしてもらえれば、うん、専門医のところにご紹介いただく、はい、場合もありますし、そこら辺はまずはいつもかかってる方に確認するのがよろしいかと思います、うん、はい、ありがとうございました。